昨年プロとして初めてのシーズンを乗り切ったルーキーたち、そんなお疲れのルーキーたちを若狭アナウンサーが新春温泉ツアーにご招待、シーズンの疲れを癒していただくことに。そして今回の温泉ツアーに参加したのは荒井亮太、吉見和樹、春田剛のルーキー3選手に途中参加の平田良介を加えた4選手。春田さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。よろしくお願いします。お願いします。春田さん、ちょっといい匂いするね。香水つけてます？ちょっとつけてます。来ましたよ先輩。新年早々香水です。いや、いいんじゃないですか。いいですか。はい、僕らはもういらないですけど、僕らは大衆で。男臭さで。僕は大衆で。大衆で。新井さんは？いえ、もう僕もこう内から湧き出るもんで。内から湧き出るもので。はい。大衆と香水の匂いを漂わせたツアー一行が向かうのは愛知県の知多半島の先端に浮かぶ日間賀島。この時期の日間賀島といえば新鮮な海の幸。もちろんルーキーたちにもたっぷり味わっていただくわけですが、その前に釣りで対決していただくことに。釣りです。釣りか。新井さん、釣りをやったことは？ありません。え、釣りは全くの初心者のルーキーたち。さらに吉見投手には大問題が。お魚は大丈夫ですか？いや、ちょっと触れないです。はい、触れないです。お魚触れない？はい。え、魚どころか動くものは全く触れないという吉見投手。しかし負ければ罰ゲームが待っていると聞き、餌の5回だけはスタッフにつけてもらうということで、やっとの思いで釣り大会に参加します。釣りスタート。この釣り大会、とにかく1匹でも多く釣り上げれば勝ちという単純なルール。どの選手の竿が真っ先にしなるんでしょうか。来た来た、春田春田春田来た。落とした。今の気持ちは？無念っす。春田選手が幻の1匹目を取り逃した直後にようやく平田選手も合流。気を取り直して初心者4人による釣りバトルがスタート。すると、来てる来てる、この新井選手が来た。新井選手が来ました。第1号は新井亮太選手。誰？いや、なんかこう大きさ的に微妙なんですけど、まあいいっしょ。新井さん、はい、ちっちゃいわ。ちっちゃいっすね。ミニマム級ながら記念すべき1匹目をゲットしたのは新井選手。続いて、お、来た来た来た、おっと、平田良介釣りました。遅れて参加、見事にゲット。平田選手が甲子園で1試合3発を放った怪物の片鱗をいきなり釣りでも見せつけます。すると、行ったか行ったか行ったか、来た。新井亮太2匹目。新井選手が見事2匹目をゲット。ここまで1匹も釣れていない吉見と春田の両選手、新井選手が釣れたポイントに近寄り、なんとか初の獲物を狙います。来た、3匹目。イエス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 。これ今年はいいことありそうだな。本当に調子づかせると手がつけられなくなるタイプなんでしょうか。新井選手が連続ヒット。うちの方も絶好調になります。吉見と春田はやっぱり釣りたい釣りたいの一心がこう、なんていうか、魚にも分かられて察知されてる。別に食べなくてもいいんだよと、お腹空いてたら食べてくれぐらいの勢いだから来てくれるんでしょうね。来たー！新井亮太4本目。動かない新井亮太4匹目ゲット。すぐ取っちゃダメだよ、食わせないとしっかり。喉をこう、こうなんていうか、かきむしるぐらい食わせないと。この日絶好調の新井選手が4匹目をゲット。なんとか再開は避けようと、吉見投手はポイントをこまめに移動する作戦に変更。春田選手はなりふり構わぬ奇妙な釣り方で堤防際の魚に狙いを定めます。
作戦が成功し初の獲物をゲットするのはよしみか春田か。来てる。なんと餌を変えようとしたその瞬間に春田剛の竿をヒット。来たやったー春田来た。風変わりな釣り方ながら春田選手が一匹目をゲット。最下位を脱出します。よしみ投手に一言。すいません先。よしみ投手もなんとか一発逆転を狙いますが、サメとか釣れへんかな。サメ釣ったら逆転でしょ。え、サメ釣ったら逆転でしょ。サメ釣ったら逆転でしょ。サメはもう10ポイントです。おー来たー。おーやったー。さあ春田来ました。アイナメ来ましたか。春田選手が2匹目をゲットしたところでゲームセット。残念ながら吉見投手の超過はゼロ。罰ゲームが決定してしまいました。いかがですか。釣りっていいですね。はい、台本では新井さんがなるってなってたんですけど負けるのが何でしたっけ。ちょっとうぬぼれて聞いてなかった。釣り大会を終えたルーキー温泉ツアー一行が向かったのが日間賀島のホテル伊豆塚。夕日が綺麗な露天風呂でシーズンの疲れをゆっくり癒していただくことに。そしてご覧ください、厳しい練習で鍛え上げられたプロ野球選手の肉体美。しかし一人だけ。吉見さん、はい、一人メタボリックですよ。でもこれは昔からなんで。もあ、そう、はい、そんなルーキーたち、今シーズンはさらにハードなトレーニングで肉体改造をしていきたいそうです。全体的にもっともっと、ね、メジャーリーガーみたいにしたいですけど、やっぱ、はい、もっとこう作る、はい、全体をもっと大きくしたいです。まだ大きくしたい、はい、平田さんは、はい、今後体をどうしたいですか。体はもうちょっと今日濃くしたいと思います。吉見さん、僕はこのままでいいです。日間賀島で釣りと温泉を満喫した選手ご一行様、いよいよお待ちかねの夕食。メインディッシュを運んでくるのは釣りで一匹も釣れなかったこの人。吉見さん、タコと刺身がないんですけど。いらっしゃいませ。本日のメインディッシュをお持ちしました。今日のフグはどんな感じですか。そうですね、1時間前に取れまして、ほう、ホクホク感満載です。フグでホクホク感満載、はい、はい、珍しいフグで、はい、今年もしっかり頑張りましょう、はい、乾杯。乾杯。ありがとうございます。どうも。この日夕食に並んだのは日間賀島特産のタコとフグを中心とした海鮮尽くし。ここでこのフグの刺身の美味しさを選手たちにリポートしてもらいます。まずは春田選手から。口の中がとろけそうです。口の中とろけそう、はい、フグってそういうもんだっけ。いや、ちょっと今旅グルメとかのテレビの言う人の真似をしてみました。続いてのレポーターは平田選手。この食感、まさにこの世の幸せでございます。何を言ってるんだい。さあ、吉見投手が。吉見レポーターの場合は、なんか言わんといけないんですか。このコリコリ感、最高です。なぜかそのやっつけ的な。うまいです、ほんまに。うまいですか、はい。最後は最年長の新井レポーター、お願いします。はい、そうですか。いっちゃってください。聞いとけよお前。あるだ、こうやってあるんだよ。まさで維持してます。下半島の産業革命やでいいですか。いただきます。